ライト州立大学は、アメリカ合衆国、オハイオ州デートンに本部を置く、アメリカ合衆国のオハイオ州立大学である。1967年に設置された。大学の名称は、ライト兄弟の名前を冠したものである。フォーセットホールは古い建物の一つ、メインキャンパスはもともとライト兄弟が、飛行実験を行った、ハフマンプレイリーフライングフィールドの隣接地にある。 医学部は7つの教育病院や近隣のリサーチパークにオフィスのある地域医療学科などに拠点が分散している。メインキャンパスの位置はフェアボーン市であるが、正式の郵便住所は3640、コロネルグレンハイウェイデートン、オハイオ45435である。地域医療学科や航空宇宙医学プログラムはリサーチパークの中デートンは、 州内で2番目の都市になったのに大学がなかったことから1961年より創設活動が始められ1962年より募金開始。オハイオ州立大学とマイアミ大学のデートンキャンパスを設けることから作業が始まった。ライトパターソン空軍基地の隣接地を取得し1964年にデートンキャンパスがオープン。1967年にデイトンキャンパスは ライト州立大学として独立した12番目の州立大学となった。1990年代に州立大学で3番目の規模に拡大している。メインキャンパスの医学部校舎、トゥモローテイクスフライトキャンペーンは1億2310万ドルの募金を集めることができた。また医学部は寄付者の名前を冠して、文書府と医学部と称するようになった。在校生万七千百十名。 DN 工学部と航空宇宙医学プログラムは世界最大の R&D センターであるライトパターソン空軍基地に隣接した地の利を活かした教育、研究活動を行っていることで知られる。ライト州立大学の航空宇宙医学プログラムは1990年代までアメリカ合衆国で唯一の航空宇宙医学、民間教育課程であったので NASA 及び 日本を含む各国の政府機関の航空宇宙医師の要請をした実績がある。医学部は設立時より地域医療、家庭医学に力を入れており、その後の政府の医療政策に合致した方向の人材要請となった。州立大学なので州内居住者には学費の特典があり、学生はオハイオ州出身者が主である。日本人学生は少数。 マスコットレーダースオナーソサイティは、ファイカッパファイ。1990年にオープンした、ナッターセンターで大規模スポーツイベントが開催される。ナッターセンター。ありがとうございます。